ロイヒテンベルク公爵家の文章、ロイヒテンベルク公はドイツのバイエルン王国において創設された公爵位。1817年11月14日にウジェーヌとボアルネに与えられた。ウジェーヌはフランス皇帝ナポレオン一世の次息子、養子で、ケーフからライン地方のフランクフルト大公国やイタリア王国の統治を任されていた。ナポレオンの没落後、ギフである。 バイエルン王マクシメリアン一世は、地位を失ったウジェーヌに対する保証として、ロイヒテンベルク公爵位を授け、同時に、反独立的なアイヒシュテット公領を授けた。第二代公爵のオーギュストは、ポルトガル女王マリア二世の最初の王廃となったが、ポルトガル王家に軽視をもたらさないまま創生した。その弟の第三代公爵マクシメリアンは、ロシア皇帝ニコライ一世の長女。 マリア・ニコライ・ブナとの結婚によって、ロシア皇室の一員となり、継承も、諸皇家の殿下から、皇帝家の殿下へと昇格した。以後、ロイヒテンベルク皇爵家は事実上は、抗議のロシア皇帝家に属した。1855年、第四代皇爵、ニコライ・マクシュミリア・ノビチは、バイエルンのアイヒシュテッド皇領を放棄した。1890年、第四代皇尺、ニコライは、 ロシア皇帝アレクサンドル三世により、ロシア貴族の爵位である、ロイヒテンベルク公爵位を授けられた。この爵位はあくまで儀礼的なもので、付属の領地などを伴わなかった。バイエルン側の公爵位は、ニコライの弟、エブゲーニーに相続されたが、ロシア側の公爵位は、ニコライが、既戦結婚によって儲けた息子ニコライに受け継がれた。 二つのロイヒテンベルク公爵位は1917年と翌1918年のロシアとドイツにおける共和制移行により名目上のものとなった。バイエルン側の公爵位は1974年に軽視が耐えたが、ロシア側の公爵位は現在も相続人が存在する。ありがとうございます。